こんにちは。今日はお帰り、休止していることで、ちょっと寒いですね。ここに最近行かないと思います。北海道出身の私の方であります。休日のお昼ということで、皆さんお帰りのお食事ですね。楽しい期間をお過ごしのことと思います。今からですね、ちょっと短い期間ではありますけど、海上自衛隊佐世保音楽隊のアンサンブルの演奏をお聴きいただいています。今度、3月になりました定期演奏会があります。それはお知らせを兼ねてということのコンサートになります。短い時間でありますが、お楽しみください。まず最初は、今日は2つのグループになるんですけども、木管五重奏というグループです。ミレッシュのブルーとオーボエ、ホロル、マゴ、ピンクラミー、これが木管五重奏という世界的な標準の演奏ですね。中でも金属でできたのになんでっていうのはありますけど、こういったちょっと音を説明しながら、どんなにかとといろんな曲を接続したメドレーをいただきたいと思います。それでは
一番最初に冒頭のところで、最初の冒頭の一緒ですね。最初のところで、私、海上自衛隊佐世保音楽隊、来たる3月4日、どうしたんですか、3月4日に定点総会を企画しています。場所はいつものアルカスですね。1曲目に聴いていただきます。プリンパラプルーンです。Thank you.
ました。